はい、本日はですね、こちらスウェーデンが生んだおしゃれカーゴショーツパンツをね、ご紹介していきたいなと思います。ということで、ブランド名がですね、アブガルシアというね、あの釣りやってる方はね、ご存知なんですよ。で、僕全然知らんかったんやけども、釣り具とかで結構あったりしてるらしくて、へー、そうなんやぐらいに思ってたんやけど、今めちゃくちゃセレクトショップとかで、ね、別注されてるんですよ。で、別注って何って言ったら、まあコラボみたいな感じなんですけどね、そんなことされてて、人気あるらしいんですよね。で、そういやね、釣りメーカーって最近ようファッション着てるじゃないですか。あ、確かに言われたらファッション着てるねと。なんかダイワっていうブランドもね、最近ファッションに来たりしてるから、その流れなのか知らないですけど、このブランドがね来てました。正式名称はこの下に書いてると思うんですけども、こちらが正式名称ということになってるんですが、そんなに各ブランドが注目してないんだったら、僕もちょっと紹介させていただこうということで、本日の流れとしてはですね、まずはこれの特徴、まあ、着用してみてからサイズ感とか直着調とかお話していって、とはいえデメリット、これはやっぱ釣りメーカーから来てるからこそのデメリットがあるんですよ。で、それをお話しして、最後にはおすすめの人、価格、値段で終わりたいなと思います。ではまずはね、着用していこうと思います。というのもね、僕今ここから下はね、ノーパン、パンツ一丁でございます。なのでね、先に履いてこのシュレットを見ていただきたいなと思いますので、履いていきます。はい、とまあこんな感じなんですが、いかがでしょうか。結構ゆったりしたねシルエットになってるんですけど、これはこれでありじゃないですか。普段こうバギーズショーツとか、あとまあバーサタイルショーツとか、まあこういったねノースフェイスとかパタゴニアとかって履いてある方って、どっちかっていうとジャストサイズなんですよね。上げればもちろんオーバーには履けるんだけども、まあ結構ジャストやから、これはもともとの規格はね、ゆったりしてる規格のサイズイングになってる、サイズイングになってるんで、まあその分ね、お稲荷さん問題っていうのは気をつけなきゃダメですよ。この隙間から見えるお稲荷さん問題ってのは気をつけるのかなあかんから、ノーパンでは履けませんけども、ちゃんとパンツ履いていただければね、まあ、問題ないですが、こういったねスタイルもたまにこう変化つけるという意味でありかなと思うんですが、まあ、これがシルエットです。ちなみにサイズはですね、こちら M サイズですね。 ML の通展開しかないんですけど、まあ元々がね釣りメーカーやから、そんなにファッションに特化してるわけじゃないからね、まあ仕方ないかなと思いますが、そんな感じです。そしてですね、一応ウエストに関してはまあゴム仕様になってるんで、ちょっとふくよかな方とかでも全然問題なく履けるし、これサイズもね調節するようになってるから、これいかにも釣りっぽいです。釣りとか、あとまあクライミングとかのねギアのブランドって大体こういうのついてくるんですけど、いかにも釣り具メーカーっぽいような感じですね。ではですね、このパンツの特徴いきましょう。まずは何というとですね、圧倒的なポケットの量、収納力の量がやばいやないかということで、普通に両脇にポケットがあって、さらにこうカーゴ的な感じで、これボタン仕様なんですけどね、このスナップボタンをポチンって外してあげれば、スマホなんかもすっぽりポンって入るぐらいの大きさがあって、さらに後ろポケットもあるんですよね。だから後ろポケットは右だけですけど、ジップがついてて、こういった感じでポケットがあります。ショーツってね、どうしてもね、あんまりそう収納力とかはないじゃないですか。なんかもうポケットあんまないっていうか、ほぼ使わんぐらいな感じで思ってるんだけども、これに関してはさすがこう釣り具メーカーやなっていうようなね印象があるかなと思います。そしてですね、次の特徴としてはですね、やっぱり頑丈なんですよね。で、どれぐらい頑丈なのというと、パタゴニアのバギーズショーツよりは頑丈です。パタゴニアのバギーズショーツってね、もちろんこれはこれでいいんやけども、どっちかって言ったら頑丈というよりかは速乾性のある、乾きの早いっていうのがね、こっちのパタゴニアの特徴で、それはポリエステルの特徴なんですよ。で、対してこっちのなんとかガルシアみたいな感じの名前のはね、ノースエースも一緒なんですけど、ナイロンなんですね。だからナイロン素材を使われてて、これバーサタイルショーツっていうノースエースのショーツなんですけど、これと全く同じような質感もやっぱ似てるんですよ。ちょっとマットな感じ、古着テイストな感じというかな、昔のこうナイロンジャケットみたいな感じの仕様になってるっていうのも結構似てるでしょ、こう質感とかも。で、ナイロンといえばですね、もちろん速乾性とかはポリエステルの方が勝つんですよ。パタゴニアの方が勝つんやけども、こっちはどっちかというと頑丈やから、ちょっとやそっとでは破けへんよと。なのでこう釣りとかやってても、釣り糸がピュッて引っかかったりとかしてもですね、やっぱ破れにくいような一番強度のある素材は使ってます。ただこれで破れたらもう何使ってても破れますのでね、まあ仕方ないんですけど、そういった強度がある。そしてまあさっきも言ったんですけど、やっぱ生地感ですよね。このいかにもこうなんていうのかな、昔のこうミリタリーっぽいような感じの男心をくすぐるんやけども、女子受けはしないような感じというか、僕の独断というか、あの偏見の意見ですよ。だけども、大体今まで見てきた中で、こういったミリタリー要素の強いものって女子受けあんましないんですよ。だけどまあそれはそれと一回置いといてね、まあ、メンズとしてのこういう男心をこうくすぐられるような質感とか、まあ、ギア感っていうところがね、このショーツのね特徴になってるんかなと思います。で、とは言いながらも、じゃあデメリットなんですかっていうと、やっぱりあのスタイルとしてちょっと太いんですよね。だからこの太さっていうのが、やぼったく見える人にとっては見えるやろうし、いやオーバーサイズでゆったりしててかっこええやんっていう人もいてるかなと思うんですが、その太さっていうのはね気になるかなと思いますし、あとコスパの部分でもし行くんやったらね、同じようなノースフェイスのナイロン使ったバーサタイルショーツもねあるんですけど、これに関しては値段がね6000円ちょっとぐらいなんですよ。6300円ぐらいっていうことなんで、そう考えると倍ぐらいするんですよね。で、なんで倍すんのっていうと、やっぱりこういったウエストの
の留め具とかもそうやろうし、あとポケットもね1箇所じゃないから1箇所2箇所で、両太もものところにボタン付きのポケットもね採用されてるし、なおかつ後ろポケットにもジップがあるということで、こういったこうギア感でね値段も上がってきてると思います。でまあこうやってカラビナつける用のねウエストのところのループが1箇所だけこれもあるんですよね。こんなんとかも実用性考えられてるんですが、そういったのが最もないのがね、ノースウェイスのこのバーサタイルショーツなんかも全く今言ったような装備がほぼないんですよ。ポケットが 1,2,3 箇所ぐらいあるだけで、あとは何もないんですけど、そういったコスパ部分で言うと、まあこれはコスパ重視ではないというか機能重視な、ショーツになってくるんかなっていうところで、じゃあおすすめの人どんな人がおすすめなんですかっていうと、やっぱりこれからのシーズンね、あんまり荷物持つときバッグ持たへんっていう人いてるじゃないですか。こういうのね、あの首から下げないっていう方いらっしゃるでしょ。こういうなんかもうこのっぽくて嫌やねんなっていう人なんかはね、じゃあどないすんのと、スマホもあればエアポッツもあれば財布もあればどないすんのっていう時に、これはもうポケットに全部ぶち込めるんですよ。なんかちょっとコンビニ行こうとかなったりしたら、いちいちこうカバン背負うの嫌やなっていう人なんかはね、もう何でもいいからポケットとりあえずぶっ込んだれと、それで完結やいう人はね、あのいいんかなと思います。でまあ釣りとかもそうですよね。おそらく僕は釣りしたことないし、魚触るの嫌いやから怖いからわからないんですけども、ルアーとかもねいっぱい多分ポケットに入れたりすることもできるやろうし、まあルアー以外何をつけるかちょっとわからへんねんけども入れれるし、あとお子さんと公園とか行く時なんかもね、ちょっとした荷物持ってかなか、ハンカチ持ってかなかんとかだったら、もうこの中に全部ぶっ込んでいいんですよ。そしたらもうカバン持っていく必要ないし、子供と一緒に遊べるんですよ。走り回ったりもできるということで、結構好き嫌いの分かれるようなショーツかなと思うんですが、まあ今ねいろんなブランドが取り扱ってるってことやったんで、コラボとかでね、だからまあ今回紹介してみようということで、ね、紹介をさせていただきました。でなんつったってですね、これスウェーデンの王様も認めてるらしいんですよ。天皇様が認めてられるらしくて、それは素晴らしいブランドじゃないかということでね、今回ご紹介をさせていただいたんですけども、未だに名前は覚えておりません。なんていう名前だったかというとですね、アブガルシアというね、多分今後覚えることはないでしょう。こういったねパンツをご紹介させていただいたということになっております。まあ、ちょっとトレンドに敏感な人とかはもうちょっと お気づきの方もね多いかなと思うんですが、ちょっと今回はギアっぽい、ショーツを紹介させていただいたということで、本日はですね、アルガルシアのウォーターレジスタントカーゴショーツをご紹介させていただいたという動画になっています。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。